マルチメディアリテラシーは科学技術による人間の意思疎通方法の多様化に直面したリテラシーにおける新たな要素のこと。リテラシーという概念は読み書き能力の程度を表すためのものであった。しかし現状ではリテラシーは書き込まれた情報全般に対応するだけの能力を意味している。つまり現在では巨大なメディアに対処するためのリテラシーが求められて、 いるのであり、それがなければ、社会において何らかの役割を担うことは困難であるのだ。マルチメディアとは、情報を伝達するためたような形態の媒体利用のことである。中には、すでに地球規模の通信や出版における基準となってしまったものも存在する。例えば、活字媒体、音声媒体、画像、アニメーション、動画、対話方式などが挙げられる。 仮想現実、プログラミング、ロボット工学などは未来の世界基準となる候補たちであろう。コンピュータが世界的な普及を果たしたことで基礎的な読み書きはコンピュータを通じて行われることが多くなった。このことはマルチメディアリテラシーをさらなる高みへと引き上げる奇跡となるであろう。ありがとうございます。